ヨハンは、プファルツノイマルクト公。プファルツ選帝公兼ローマ王、ループレヒトとニュルンベルク城白フリードリヒ五世の娘、エリーザベトの三男。プファルツノイマルクトケノソ、プファルツ選帝公、ルートビヒ三世の弟、プファルツジンメルンツバイブリュッケン公、ステファン、プファルツモスコート一世の二位。カルマル同盟家の北欧三国の君主、クリストファー・バイエルンの父。 1407年に、ポンメルンコーブラティスラフ7世の娘カタリーナと結婚した。1410年の父の死後、医療のうちのイマルクトを相続した。当時のイマルクトは、経済的に繁栄を迎えており、ヨハンはそれによって、新規に教会や城を建造していった。父の死後に、ローマ王位についたジギスムントを、支持、同族のウェバエルインゴルシタット公。 ルートビヒ7世とも同盟を結び、兄からオーバープファルツの一部を奪った。フス戦争にも参戦している。エーリックが貴族の戦王を抑えきれずに退位した後、貴族たちからエーリックの老いである息子、クリストフの即位を要請され、クリストファは1440年に、デンマーク1441年に、スウェーデン1442年に、ノルウェーの王に即位した。 ヨハンは翌1443年に死去した。カタリーナとの間に7人の子を設けたが、バッシュのクリストフしか成長できなかった。1426年にカタリーナが死去、同年にウェバエルンミュン変更、エルンストの娘ベアトリクスと再婚したが、子はなかった。ありがとうございます。